昔から義兄を崇拝していたイッチの夫。しかしその行動は常軌を逸するほどだった。義兄どころかその息子すらも理想化し、自分の息子をひどく貶める。離婚だけは避けたいと思っていたイッチだったが、ある日とうとう事件が起きた。息子の涙にイッチはついに動き出す。慌てる夫。そこへ最強の助っ人が現れた。イッチの夫に待ち受ける現実とは？老いを溺愛し息子を貶める夫。誕生日も老い優先の夫に離婚を突きつけた結果。子供の言うことを鵜呑みにするのって危険だよね。いきなり重い発言。子供がやらかしたのか？子供が思い込みで話すことはよくある話だな。詳しく聞いたら説教待ったなしだったこともしばしば、うちの息子のことだがな。ごめん言葉が足らなかった。子供の大丈夫は当てにならないって思って。大丈夫じゃなくても大丈夫って言うんだよ。言葉じゃなく心に寄り添うべきだった。何かあったんだな。うん。私の行動は遅すぎた。懺悔の意味で聞いてほしい。まず私たちのスペック。私たち夫婦は40代、小学生の息子と3人暮らし。私は在宅ワークをメインとする兼業主婦で、夫は某有名大卒の営業マンだ。息子はおとなしくて優しい性格。推しに弱いのが親ながら心配なくらい。息子の様子がおかしいと思い始めたのは、小学校に通うようになってからだった。最初のうちは新しい生活になれないのかなと思っていた。それまでと違って、長い時間座って授業を受けなきゃならないし、新しい先生やお友達との関わりも増えて、疲れているんだろうと思っていた。息子のクラスでは、毎日テストがあった。と言っても先生お手製の、簡単なものだ。前の日の復習がメインの、全員が満点取ることもおかしくない程度のもの。と言っても息子は毎回満点というわけではない。字を間違えたり、ちょっとしたミスがあったりする。先生はそういったミスをわかりやすく訂正してくれ、それを見てまた息子は復習ができる。そういう意味では、テストとしてとても正しく機能していると思う。このテストを、息子をけなす材料にし始めたのが夫だった。間違えたことを必要以上にあげつらい、貶めるのだ。なんだ、こんなこともわからないのか。お前は俺と違って本当に出来損ないだな。お前は顔が悪いんだから、頭くらい良くないと存在価値ないだろ。だいたいその日の復習メインのテストなんだろ？毎回満点で当たり前だ。それなのにこんな簡単なミスをするなんて、やっぱりダメな奴は何をやってもダメだな。と、間違えたことから、息子の存在すら否定する言葉を発し始める。親が言うような言葉じゃないわよ。そう言って止めようとすると、夫は舌打ちしながら言う。親だから言ってんだろ。何の取り柄もないんじゃろくな人生送れないぞ。今のうちから世の中の厳しさってもんを知らないと、将来まともな生活なんて送れないからな。そう言って、ひどい言葉を息子に投げかける。とても息子を思っての発言とは思えなかった。どうして息子にそんなことが言えるんだ。一応思い当たる節はあった。それは夫の兄、義兄の存在だ。夫は昔から義兄を尊敬していた。尊敬というより敬愛？尊敬？とにかく兄すごいの一点張り。相当自慢の兄らしかった。夫からのひどい言葉に半泣きになっている息子。慌てて抱きしめる私に夫はのんきにアルバムを見せる。そんなことより一致もこのアルバム見てみろよ。ほら、この兄貴とか最高にかっこよくないか？それは夫が実家から持ってきたアルバムだった。そこには一人の小学生が写っている。やっぱり兄貴はいつ見てもかっこいいよな。頭もいいし、運動神経も抜群。運動会のリレーでは、いつもアンカーに選ばれてたっけ。え、それお兄さんなの？一体いつのアルバム引っ張り出してきたのよ。私の言葉などどこ吹く風。夫はため息をつきながら言った。兄貴はあんなに完璧なのに、息子はどうしてあんなに出来損ないなんだろ。はぁ？お兄さんと息子を比べるのっておかしくない？義兄を自慢に思うのはまだわかる。でもそれがどうして息子の否定につながるのか。そこに息子に対する愛情は全く感じられず、私の苛立ちは増すばかりだった。おとなしくはあるが、いつも笑顔だった息子の顔から次第に表情がなくなっていく。私がどんなに励ましても、明るく声をかけても、夫の一言で息子の表情は消えていく。このままじゃいけない。でもどうしたらいい？どうしたら夫は言動を改めてくれる？話し合いをしようにも、義兄が絡むと人の話を聞けなくなる夫。離婚の二文字が頭をちらつくが、本当にそれは息子のためになるのだろうか。なすすべもないまま時は流れていき、私は途方に暮れるばかりだった。ある日、突然我が家のインターホンが鳴った。モニターを確認すると、そこには小さな人影が。ドアを開けると、飛び込んでくる少年。私は驚いた。こんにちは。おいくん。
やってきたのは義兄の息子、甥だった。確か息子と同じ年だったはず。義兄家族は近所に住んでいるので、これまでも一人で遊びに来ることはあった。しかし今日は遊びに来る予定はなかったはずだ。だって今日は、おいくん、どうしたの？急に訪ねてくるなんて。暇だからおじさんに電話したら、うちに遊びにおいでって言われたんだ。え？夫が？やあおいくんいらっしゃい、よく来たね。と、驚く私の後ろから夫がにこやかな声を上げる。私は慌てて夫に耳打ちした。ちょっとどういうこと？どうして今日おいくんを呼んだの？どうしてって、可愛いおいっ子を家に呼んじゃダメなのか？そうじゃないわよ。今日は家族3人で映画に行く約束だったでしょ。その日は息子の誕生日だったのだ。みんなで映画はその息子からのリクエストだった。息子の願いを叶えるため、ずっと前から計画していたもの。お互いに仕事を調整し、確実に休めるように根回しもしていた。そんな日に老いを呼ぶ夫の神経を疑った。崇拝する兄の息子のことも、兄と同様に溺愛している夫。夫は息子よりも老いを可愛がり、息子の気持ちを無視することがよくあった。息子だって、老いが一緒の方が楽しいよな。夫が尋ねると、息子は一瞬悲しげな表情を浮かべる。が、すぐに笑顔を見せた。うん、嬉しいよ。みんなで行った方が楽しいと思う。そうだよな。人数が多い方が楽しいよな。夫は息子の表情の変化に気づく様子はない。抱きついてきた甥を抱き上げ、嬉しそうだ。息子は、普段自分にきつい物言いをする父親が、映画に連れて行ってくれることを楽しみにしていた。数日前から何を見よう、これなら一緒に楽しめるかなと。私にいろいろ話していてくれていたのだ。普段見られない笑顔を見せ、私も安心していたのに。こんな形で息子の気持ちを踏みにじるなんて、私の心は夫に対する怒りでいっぱいになった。息子と甥が互いに一緒に楽しめる存在なら、何も問題はなかったのかもしれないが。え？映画？映画という言葉に反応し、甥は不満そうな声を上げる。嫌か？嫌っていうか、せっかくの日曜に暗い中でじっとしてるなんて。つまんなくね？それより俺、遊園地行きたい。遊園地か。じゃあ今日はおじさんと遊園地に行こうか。はぁ？何言ってんの？思わず大声を上げる。百歩譲って映画に一緒に行くのはいいとしよう。しかしなぜ誕生日の我が子を置いて、おいと遊園地に行くなんてことを言い出したのだ？あまりのことに二の句が告げずにいると、夫はニコニコと私に言った。俺とおいくんは遊園地に行くから、お前らは二人で映画に行ってこいよ。夫の身勝手な発言と、息子のことを何とも思っていない態度。私は慌てて夫に詰め寄る。ちょ、何言ってるかわかってる？今日は息子の誕生日なのよ。しかし夫は気にする様子もなく、いそいそと出かける準備を始めながら。誕生日なんて毎年あるんだから、そこまでこだわる必要ないだろ？そんな、息子が今日を楽しみにしていたの、あなただって知ってるでしょ？いちいちうるせえな、せっかくおいくんが遊びに来てくれてるんだから。おいくんを優先するのは当然だろ。それに。そう言うと夫はおいくんを抱き上げ、私たちを見下すように口元に笑みを浮かべた。お前より兄貴に似た子供の方が可愛いしかっこいいだろ。あっはは、息子くんよりイケメンで悪かったな。あ？何言ってんだこいつ。怒りに目の前が真っ暗になる。あまりのことに無言になる私の前で、ヘラヘラと言葉を続ける夫。息子の顔はお前に似た地味顔だからさ、おいくんの方がかっこいいし、愛嬌あるし。ついつい何でもしてあげたくなっちゃうんだよ。おいもケラケラ笑いながら続ける。もう、おじさん本当のこと言いすぎ。俺がかっこいいのは本当のことだけど。そんなこと言ったら息子くんがかわいそうじゃん。それもそうだな。じゃあ、俺たちは出かけるから。こうして二人は出かけていってしまった。息子が傷つかないとでも思っているのだろうか。いや、あの言い方は分かって言っているのだろう。夫だけじゃなく、おそらく甥も。二人に怒りを覚えたものの、それより気になったのは息子の方だった。無理やり笑顔を作り、息子を振り返る。ことさらに明るい声で私は言った。じゃあ、私たちだけで映画楽しんでこようか。帰りはとびきり美味しいもの食べよう。いいよ、そんなに気を使わなくて。僕、今日は一日家にいるよ。そう言うと、息子は自室に戻ってしまった。機械からか、おいは昔から時折うちに遊びに来ていた。夫はその度においを歓迎し、優先する。おいの行きたいところへ連れて行き、おいの食べたいものを食べさせる。そんな二人を悲しげに見ている息子を見ると、いたたまれない気持ちになる。なんとか息子を盛り上げようと私はひたすら息子を構うが。そこは男の子、母親より父親の方がいいこともあるのだ。もちろん何度も夫に訴えたが、すべて逆効果に終わった。おいを可愛がって何が悪い？
と、逆ギレされるだけだった。もう限界。息子の悲しげな顔、私は腹をくくった。その日の夜、何事もなかったように夫は帰ってきた。やっぱ映画やめて遊園地行ったのは正解だったな。遊園地のショップで色々見て、おいくんに似合いそうな服とスニーカー買って、いやーお喜びしてたよ。と、悪びれない夫の様子に怒りが募る。誕生日だった息子には目もくれず、よく言えるわね。なんだよ、怒ってんのか？と、途端に面倒くさそうな態度になる。状況を理解していないのだろうか。怒るに決まってるでしょ。せっかく来てくれたのに、追い出すなんてできないだろ。息子と映画に行くことはずっと前から決まっていたことでしょ。そもそもあなたが、電話でおいくんに遊びにおいでなんて言わなきゃいいだけだし。なんだよ、俺が悪いっていうのか。途端に激高する夫。そのままとんでもないことを言い出し始めた。だいたい俺が一緒に出かけたいと思わせられないお前らにも原因があるだろうが。と、とんでもなく上から目線なセリフ。子供の喜ぶ顔が見たいというのが親じゃないのか？さらに反論しようとする私の目の前で、息子がドン、とテーブルを叩いた。思わず黙る私たち。そんな私たちに目もくれず、息子はぽつりと言う。僕今日ご飯いらない。そう言って部屋に戻ろうとする息子の背中に、夫はさらに言葉を投げつける。お、勉強か？そうだよな、お前は母さんに似てブサイクだし陰キャだからな。父さんを見習って勉強しないと、社会のお荷物決定だからな。こんな時まで息子を貶めるような発言。思わず夫を睨みつける。だって本当のことだろ？お前に似てる息子と、兄貴に似てるおいくん。外見に天と地ほどの差があるのは明らかだし、神様も残酷なことするよな。今日は勉強しないよ。振り返り、夫にそう告げる息子。その目には今までにない強さが見えた。ああ？勉強しないってどういうことだよ。お前は母さんに似て地頭が悪いんだから。せめて勉強して底上げしないと底辺の生活しかできないんだぞ。確かに僕は頭は良くないかもしれない。でも人を平気で傷つけるような大人にはならない。勉強しても人を傷つける言動しかできないなら、僕は勉強しようと思わない。母さんみたいに、人を思いやれる人になりたい。父さんみたいな人には絶対にならない。この、夫に向き直り、そうきっぱりと言ってのけた息子。私は何をしているんだろう。毎日のように息子を傷つけ、辛い思いをさせてまで、夫と一緒にいる必要はないのだ。今が動くべき時だ。自然とそう思えた。怒りで震える夫と息子の間に割って入る。まっすぐに夫を見据えた。これ以上は時間の無駄ね。無意味に息子を傷つけるあなたを見て決心がついたわ。これ以上あなたを家族として見ることはできません。離婚してください。は？予想外だったのか、私の言葉を聞いて、夫は驚いた表情を見せた。こんなことで離婚って。あなたにとっては大したことじゃないんでしょうけど。私と息子にとってはとても大事なことです。もちろん息子の親権は私が持ちますので。だから待てって、何も離婚までする必要はないだろ。さすがに離婚は想定外だったのか、夫は慌てて私に訴えた。そんな風に毎日私や息子を傷つける言葉を言うのは、あなたにとって私たちは必要ない存在なんでしょう？ならちょうどいいじゃない。邪魔な私たちとお別れできるんだから。だ、誰もそこまで言ってないだろ。それに。そこまで言うと、夫はうつむいて口を閉ざす。夫は昔からプライドが人一倍高かった。自分が優位にあることを知らしめるために、私や息子を見下していたのだ。私と離婚したら困るのは自分だという現実は、どうしても受け止められないのだろう。結婚してからずっと亭主関白だったあなたは、家事も育児もすべて私に任せっきりだったわね。そのくせ家族を養っていけるほどの稼ぎもなくて、結局私も復職したけど、それでも私の方が稼いでるし。息子の将来を考えたら両親が揃っていた方がいいって思ってたけど、あなたみたいな父親ならいない方がマシだわ。だから、このマンションからも早めに出てってね。な。実は今住んでるマンションは、結婚する前に私が購入したものだ。結婚した後、夫がそのまま移り住む形で、新生活がスタートしていた。しかし、私よりも優位に立ちたいというプライドから、夫は私をこき使い、ひどい言葉を使うようになった。そうしないと自分を保てなかったのだろう。私に見捨てられたら困るのは自分だということも忘れて。そんな中、突然インターホンが鳴った。誰だよこんな時に。夫は苛立った様子でモニターを見るが、その人物を確認すると慌てて玄関に向かった。こんばんは。お兄さん。そこには、夫が敬愛してやまない義兄の姿。隠れるように老いも来ていた。どうしたんですか？
急に来てすみません。今日は息子を遊園地に連れて行ってくれたそうで。こんばんは。心なしか老いの表情が硬い気がする。が、夫が助かったとばかりに話し始めた。ちょうどよかった。兄貴からもこいつを説得してくれよ。どうしたんだ？こいつ、俺が老いくんを可愛がってることが許せないみたいでさ。今日だって俺が老いくんと遊園地に行っただけで離婚するなんて言ってくるんだ。けど、老いを可愛がるなんて普通のことだろ？息子や私にひどいことを言ったことは話さず、さも自分は被害者だとでも言うように話す夫。嘘ついてまで悪者になりたくないわけ？夫の言っていることを訂正しようと口を開きかけると、義兄がにこやかに言った。なるほど。確かに老いを可愛がるのはごく普通の行動だな。そうだろ？だから。けど、自分の息子には散々ひどいことを言って、老いばかり可愛がるのは普通じゃないんじゃないか？え？おそらく予想していなかった義兄の言葉に、夫は顔を引きつらせた。そんな夫を気にする様子もなく、義兄は淡々と畳みかける。今日のお前のセリフ、聞かせてもらったよ。お前、最低だな。しかも今日は、息子くんの誕生日だよな。初めは息子くんが誘ってくれたのかと思ってたんだが、話を聞いたらお前が遊びにおいでと誘ったんだって？それは、そうだけど。息子くんが一緒に遊びたいって思ってくれて、それで4人で出かけるんだったらわかるが、遊園地に行きたいってわがままを優先して、家族をないがしろにするなんてありえないからな。と、義兄に強い口調で否定され、夫は言葉を詰まらせた。そして義兄の厳しい眼差しは、老いにも注がれる。お前も、自分がしたいことだけじゃなく、相手の気持ちを考えて行動しなさい。でも、嫌なら初めから嫌って言えばいいじゃんか。俺何も悪いことしてない。あのな。義兄は腰を下ろし、まっすぐに老いと向かい合う。そして穏やかに、しかし厳しく話し始めた。息子くんは優しいから、お前のわがままを聞いてくれていたんだ。本当は家族3人で過ごしたかったかもしれない。映画だって、ずっと楽しみにしていただろう。そんな気持ちを押しのけて、わがままを通すのはどうなんだ？お前は誰かを悲しい気持ちにさせてまで、楽しみたかったのか？お前は、いつからそんなに思いやりのない男になったんだ？息子くん、ごめんなさい。初めは納得できない様子の老いだったが、義兄に諭され、息子への謝罪を口にする。いいよ。今度僕とも一緒に遊園地行ってくれる？もちろん。俺にもおすすめの映画教えてくれる？今度一緒に見に行こう。ぎこちなくだが笑い合う二人。少しだけ、心が軽くなる。一致さんも、すみませんでした。嫌な思いをさせてしまって。夫のブラコンには辟易していたが、義兄が私たちの味方をしてくれたのは心強かった。あ、兄貴。なんだ。立ち上がり、夫を一別する義兄。夫は背筋を正して義兄を見ていた。聞かせてもらったって？夫にしてみれば当然の疑問だろう。義兄はため息とともに夫を見る。一致さんに相談されたんだよ。お前が息子くんにひどいことを言うって。それで俺が録音を提案して、今日のデータを聞かせてもらったんだ。お前、一致さんの忠告を受け入れないどころか、一致さんにまでひどいこと言っているな。実は、少し前に偶然義兄と会ったのだ。その時に、夫の言動について思わず相談してしまった。義兄は驚いた様子だったが、話を聞いてくれた。そして、ある提案をしてくれた。それは、夫との会話を録音することだった。そこから夫の考え方がわかるかもしれない。離婚するときには夫遊跡の証拠にもなるだろう。私はそれから、リビングの会話を録音していた。そして、今日の会話データを義兄に送っていたのだ。送り先はもらった名刺に載っていた。まさかこんなに早く、義兄が音声データを聞くとは思わなかったのだが。一致さんは優秀な人だし、息子くんも家族思いの優しい子だ。一番大切にしなきゃならない息子や妻を傷つけてばかりいたんだ。離婚されても当然だろう。自業自得だ。あ、それとお前が持ってったアルバムは回収する。なんで？当たり前だろ。いい歳して俺に固執すんな。昔からお前のそういうところが嫌いだったんだよ。そんな。義兄に拒否されたのがショックだったのか、夫はそれ以上離婚に反対することはなくなった。こうして、私と夫の離婚は成立した。夫は多少ごねたものの、義兄が一括してくれた。マンションを出て行った夫は安アパートを借りたが、今まで私におんぶに抱っこだったため家事は壊滅。瞬く間にお部屋になってしまったようだ。また実は、夫はそのプライドの高さが邪魔してか。営業としての腕は今一つらしい。
そのため給料は低く、バイトを掛け持ちしているそうだ。そして義兄はあれ以来夫との連絡を絶っている。何度も電話がかかってくるが無視しているという。私のところにも電話があった。息子に代わってほしいと言われたが拒否。優しい息子は許してしまうだろうから。そしてまた苦しんでしまうかもしれないから。私にも謝罪と復縁要請があったがもちろん拒否。自分がしたことをよく振り返ってほしい。一致と息子さんは今、幸せなんか？おかげさまで息子と二人、穏やかに暮らしているよ。笑顔も随分増えた。随分辛い思いをさせてしまったと思う。もう二度とあんな悲しい思いはさせない。子供の大丈夫に甘えないように、この子を守っていこうと誓ったんだ。自分の息子を貶めるようなことを言えるやつ、捨てられてよかったな。おいより息子の方がより近しいだろうに、その旦那ちょっとおかしいんちゃうか？本当にね。でももう他人だし、私は息子ともっと幸せになるよ。一致と息子に心ない言葉を浴びせ、老いばかりを偏愛する夫は、尊敬する義兄にバッサリ切られ、転落の一途をたどることになった。一致親子に笑顔が戻ってよかったですね。もしあなたにこんな夫がいて、一致のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメント欄にて教えてくださいね。ちなみに自宅の録音について、リビングは夫婦の共有スペースとなるため、内緒で録音しても違法行為にはならないそうです。最後までご視聴ありがとうございました。